おはようございます。時事雄三です。本日はですね、こちらにあります、Amazon のですね、エコードットです。この Amazon のですね、商品名はですね、エコードット、これが第3世代になります。開けてみたいと思います。 まずこの本体がですね入ってます。この価格はですね、4980ね。まあ、セールがあってまして、それでですね、4980円がですね、1860円で購入することができました。場の方にですね、箱の中に、こういうですね、まあ、説明書ですね。まあ、取扱説明書とか入ってます。と、商品説明をいきますとですね、エコードット3世代ですね、これが本体になりますね。付属品としてですね、まあ、ちょっと1回開けましたから、ちょっとコードがこういう感じになってますけど、こちらがですね、電源アダプターということでついております。まあ、こちらのですね、まあ、説明しますとですね、ここにまあプラスとかマイナスとかあります。これはアクションですね。この周りがですね、ライトリングということになっています。こちらがこう丸に横線入っているのがマイクオフということですね。まあ、オーディオ出力端子とですね、電源が必要ですからね、電源ポートというのがありますですね。こちらに書いてありますようにですね、一番にですね、こう書いてありますように、アレクサアプリをダウンロードする必要があります。いいですね。iPad でもいいですから、まあ他のスマホでもできます。Alexa の方はですね、アプリをダウンロードしたというところからスタートしていきたいと思います。これが電源ポートですね。これで電源をこれでつなぎます。とコンセントにですね、ちょっとつないでいきたいと思います。まあ、先ほどセットしておきましたからですね、このライトリングがちょっとこうライトがこうつきましてですね、アレクサにですねつながっておりますから、ちょっとテストをしたいと思います。まあ、簡単なのからちょっと聞いてみたいと思います。まあ、質問するというところですね。アレクサ、月までの距離はというところで質問します。地球から月までの距離は平均384,399km です。まあこれがアレクサの答えということですね。もう それともう一つぐらいですね、してみたいと思います。アレクサ、今週末の熊本の天気は？今週末の熊本県熊本市は晴れでしょう。予想最高気温は摂氏19度。予想最低気温は6度です。ではこちらから行って向こうが答えを出すというところですね。そうですね、まあ、アレクサの方は、まあ、設定して解、まあ、解除、設定して解除、まあ、そういうことを3回ぐらいしたと思います。まあ、これが4代目ということで、まあ、一番シンプルなタイプですね。今から音楽とかをですね、いろいろ使っていきたいと思います。皆様も興味あればですね、アレクサのこの設定にしてもですね、まあ、そんなに難しくありませんからですね。再生デバイスを音声で操作するには、まずデバイスを接続する必要があります。アレクサアプリで設定、DB ビデオの順に選択してください。Amazon のですね、エコードットを購入したというところでですね、終わりたいと思います。本日はどうもありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。まあ、こういうことで今日はですね、こちらにありますエコードットの、まあ、簡単なですね、商品説明ということでさせていただきました。ありがとうございました。これにて終わります。ありがとうございます。